蔡土ツチは中華民国の政治家、外交官、南京国民政府で南京市長、中日大使などを務めた要人である。字は紙幣。日本に留学し、早稲田大学法科を卒業し、法学士の称号を取得した。帰国後は、劉和子らコラが組織した南社に所属し、衆議院議員にもなった。1928年1月、国民政府交通部秘書となる。 6月、3時となった。1930年1月、交通部構成支市,市長となる。1935年8月、内政部民政支市,市長に移動した。1940年3月、王朝明が南京国民政府を組織すると、再土地は交渉部政務次長に任命された。6月、南京特別支市,市長に任命される。翌年12月、 両食管理委員会委員長に移動した。以後、行政院政務委員、国民政府政務33を歴任する。1943年3月、駐日大使となった。1945年5月、大使から退き、帰国して、国民政府委員となった。日本敗北後の9月、サイツチカウは、官官として逮捕され、上海ひさげ愛い監獄に収監された。 1946年7月、上海高等法院で、蔡土川は、中日新税を推進したなどの罪により、死刑を言い渡される。上告後の翌年11月に、最高法院で、無期懲役に減刑された。中華人民共和国建国後も引き続き、上海で収監されている。1956年8月、医療を付される。1960年、病没。 去年77、ありがとうございます。